委託をしたらそれ以上の改善になったんか。でその辺は委託してどのくらい何か改善なったんかいうことを聞いたんです。ただ委託したから改善になったんですんじゃ私は納得できるのですが。市営駐車場管理事業です。この事業は芸備線3駅および中国道高速バス停2カ所の市営駐車場の管理を行っています。実施内容ですが、各駅の市営駐車場は直営および指定管理により、高速バス停駐車場は地元の団体への清掃委託により管理しました。次に成果と課題です。成果は高立駅駐車場を直営管理に移行したことで支出が削減できました。課題として挙げております吉田口駅、向原駅の駐車場も、現在は直営管理に移行しています。高立駅、向原駅駐車場に設置してある発見機も現在更新しています。続いて119ページ、土木総務管理事業です。この事業は国土利用計画法など各種法令に基づく届出の受理や県に対しての信託事務などを行っています。実施内容ですが、それぞれの事務など受付など事務ごとに申請届出の件数を記載しています。次に成果と課題です。成果は各種の申請や届出について適切な事務と速やかな処理を行いました。また国などへ規制同盟会で要望活動を行いました。次に課題です。盛土規制法の受付事務について検討連携する必要があります。続いて120ページをお開きください。道路橋梁総務管理事業です。この事業は市道及び法定外公共物、いわゆる移動水路の専用改築申請等の受付許可の事務、道路台帳の整理や市道内の未登記土地の解消を行っています。実施内容ですが、専用改築の申請の許可と協会立会、法定外公共物用途廃止の件数を記載しています。それぞれの申請について速やかで適切な事務処理を行いました。課題は法定外公共物についての協会トラブルや市道の未登記事案の解消が挙げられます。以上で説明を終わります。以上で説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。委員長。はい、山本和弘委員。118ページの駅の駐車場とかそういったとこなんですけど、あの成果のとこですね、高立駅駐車場を直営管理にして管理の改善を図ったという表現になってるんですが、おとどしと比較してどこがどう改善されたんでしょうか。それと経費の削減を図ったというふうに言われましたけど、どこがどういうふうに前年度と比べて経費がいくら安くついたのかというところを説明をお願いしたいと思います。委員長。はい、鈴川課長。はい、成果のところの、管理の改善を図ったと、言いますのは、委託から直営管理に、移行したという意味で、記載をしております。で、それによって指定管理料がいらない、納車が不要になったというふうに考えています。でその指定管理料は、29万円支払いをしておりました。以上です。はい、山本和弘委員。今の説明じゃ全く分からんのですが、委託指定管理、駐車場の指定管理をですね、委託に変えたけそれが改善になった言われたんじゃ、どこがどう改善になったんかのよ。指定管理の時は指定管理者がですね、ほぼほぼ毎日 無料で無断で駐車しておらんか行くのをチェックしながら、
それでこの自動車は無断で利用しとるというについては事務所へ来るようにという張り紙をしてですね、ここへ置いたら料金がいるんですということを常々やりよったのを記憶しとるんです。で委託をしたらそれ以上の改善になったんか。でその辺は委託してどのくらい何か改善なったんかいうことを聞いたんです。ただ委託したから改善だったんですんじゃ私は納得できるのですが、まず第一点そこで、第二点は経費の問題も高騰だけで、あったんでちょっとよくわからないんですが、まず第一点委託してどこが改善になったのかいうのをお教えいただきたいと思う。その後経費は聞きます。はい、鈴川課長。委託をして、管理が改善という、表現をしておりますが、管理そのものが大きく変わったということはございません。やはり収支の問題で指定管理料が、いらなくなったというのが改善というふうに考えています。委員長。はい、山本和弘委員。管理の改善な物的にはちょっとよくわからんですが、じゃあ経費が改善されたんじゃとこういうふうに言われとるんですが、ですけど、まあ29万円管理料を出しとったんですが、今地元の人が雇われてですね、駐車場の管理を今行ってみたりしてるのを見るんですけど、会計年度に職員が55万5千円ほど決算へ乗っとるんですけど、まあそこらの直営にしてからの経費は何本いるんでしょうか。休憩取った方がいいね。はい、順次休憩といたします。休憩を通して会議を再開いたします。執行部の答弁をお願いします。鈴川課長。はい、まず、管理していただく人件費が55万5555円、それから、管理費が74,727円、トータルで63万282円でございます。以上です。はい、山本和弘委員。成果の中で管理の改善を図ったということに今の数字を聞いたらですね、29万円の令和4年度は29万円の指定管理料だったんですが、今度は令和4年度は63万2千円余りというふうに今答弁されたと思うんですけど、どこも金額的には改善なっとらん思いますけど。はい、鈴川課長。はい、139万3262円の支出をしております。令和4年度です。以上です。委員長。はい、山本和弘委員。ちょっと答弁がちょっと中ハグで理解できんように余計なってきよるんですがね、最初に R4 年は令和4年ですね、29万円の指定管理料でしたいう答弁だったですね。で今139万円いくらですかの、管理料がいったんですと言われるのと、指定管理でやれば29万円で指定管理ができたものがなぜ139万円も生産したら他の金額が出てくるんでしょうか。これは例は口頭では分からんので、令和4年度の高田地駅の駐車場の経費を
日目ごとに記入していただいてですね、そして、令和5年度の決算に基づく高立駅の経費ですね、それをやっぱり日目ごとに書いて合計で比較ができるように、何がどう変わったのかというのが見えるようにして、後でいいですから資料で提出していただきたいと思うんです。どうなんでしょうか。当然じゃあ頭の中で数字をやらなきゃいけないんですよ、はい、で最初の答弁は29万円でしたと、指定完了がですね、で今年はどうなんですか言ったら55万5555円ですか、それの人件費があって、あと7万4720円がありまして63万2000円余りじゃと言うて答弁されたですね、これだけ聞いたらもうどこが改善されたかということになる思ってないですか、27万円とあれで、で今聞いたら令和4年は139万円だと、でどこから何の数字が出てきたのかのと、こうなったんですよ。ですから4年と5年の支出がですね、日目ごとに目に見える形で書いたものを出してもらうと確認ができるのですよ、はい、で出してほしいことを言うんですけど、はい、はい、分かりました、執行部の方、先ほどの山本和弘さんの言われる直営と指定管理とその比較した、しっかりと比較対象して分かる答弁をいただきたいと思います。ちょっと整理していただいた方がいいんではないかと思いますが、執行部のどうお考えでしょうか。ちょっとここで暫時休憩とします。休憩を閉じて再開いたします。引き続き管理課の答弁を求めます。はい、鈴川課長、はい、資料を用意しておりますので、お配りをさせていただきます。はい、ただいま執行部より資料の提出がありましたので委員の皆様に配布したいと思います。改めて執行部より答弁をお願いいたします。鈴川課長、資料をご覧ください。指定管理と直営管理の比較をしています。指定管理での収入は、111万2000円、うち指定管理料で29万円でした。直営管理では収入が122万2700円でした。差し引き11万500円増えました。次に支出です。指定管理での支出は139万3262円でした。直営管理では支出が81万2352円でした。差し引き58万910円減りました。比較をして直営管理をすることにより、69万1410円の改善となっています。これに29万円の指定管理料を加え、98万1410円、改善がとなりました。以上で、以上です。はい、山本和弘委員。一点分からんところなんですけど、支出の人件費ですね、令和4年度高立駅は指定管理を委託したあるにもかかわらず人件費が102万9070円人件費がいっとるのは、何の人件費でしょうか。はい、鈴川課長。はい、これは、指定管理者の人件費です。以上です。はい、山本和弘委員。委託料の29万円はそれらも含んでるんじゃないですか。駐車場管理の指定管理いうことで全てを含めて29万円いうことじゃないんですか。この29万円は駐車場の掃除をしてくださいということで、別に人件費はこれとは別にですね、何かの契約で人件費が出るんですか。
これだったら、まあ理解できます。駅が指定管理を受け取りましたよね、同じ行政が。同じ行政が駅の指定管理を受けた中で、駐車場も管理してもらえと。で、駐車場はどちらかといえば利用料金を取るんで、その利用料金の徴収と、で、その施設の清掃管理ですね、そういうことを追加で駐車場をやってくださいと。で、人件費の部分については駅全体が指定管理で、委託しとるんで、別途こういうような計算になって出るんじゃないなら理解できます。ここの102万9千円人件費はどこから出たんだろうかというのがちょっとわからなかった。はい、まず指定管理を募集するときにですね、指定管理を希望する方から見積もりをいただきます。で、ここで言いますと、高田地駅駐車場の管理を行うのに必要な経費を出していただいて、それから駐車料金の収入の部分を見込んでいただいて、その収支がプラスマイナスゼロになるようにその差額部分について指定管理料としてこちらでいうと29万円を市の方が委託料として支出をしているところです。で、高田地駅駐車場と工芸館の管理はそれぞれ別に見積もりをして募集をしておりますので、それぞれ独立した考えで人件費は出ております。以上です。